日本埼玉県埼玉市大宮地区氷川神社大宮駅西口大宮地区は埼玉県埼玉市北部の旧大宮市域や大宮駅周辺を指す地域総称。抗議には埼玉市の北部の旧大宮市域を指した地域名である。大宮駅周辺を指す場合もある。旧大宮市域の人口は53万15人となっている。最も人口が多いのは 見沼区の165,919人で、北区、大宮区、西区と続く。大宮町も参照。古代に、武蔵区に一宮である、氷川神社の鳥居前町として、また、江戸時代以後は、中仙道の宿場町として発達した。江戸から近い割には、大きな宿場であり、天保14年時点で、人口は1,508人で、県内の中仙道の宿場町の中では、 本城宿、熊谷宿、河野宿、蕨宿、深谷宿に次ぐ規模であったが、脇本陣は9県と一番多かった。紀州藩の高場本陣も置かれていた。その後、明治時代には、廃藩地県により、浦和に埼玉県庁が置かれた。当初は、大宮に県庁を設置する構想はあったが、諸事情により、隣接する浦和に置かれることとなった。 こうして浦和は県庁所在地として発展した。一方で、明治維新以後、衰退しかけていた大宮に転機が訪れたのは、鉄道の開通だった。1883年には、日本鉄道の第一期線が開業したことによる。当時、浦和駅と上尾駅の間に、大宮駅はまだ設置されていなかった。これは開業当時、 大宮宿から離れると243個の家しかなかったことや、当時の蒸気機関車は牽引力が低く、短い間隔での駅設置はしないことが基本だったため、駅間距離が短くなってしまうことを防ごうとしたことが原因であった。後に、大宮町長を務める白石志志ら地元有志が、町の衰退を阻止するため駅の誘致を進め、第2期戦の分岐点2885年。 大宮駅が置かれた。後に、駅北側には、国鉄大宮工場、南側には、大宮創車場などが所在し、旧国鉄も、全国12カ所の鉄道の街の一つとして発展した。また、1923年の関東大震災で、東京や横浜は、壊滅的被害を受け、多くが、埼玉県の浦和や大宮などに転居し、大宮も、また人口が急激に増加した。 特に理災した東京、小石川の盆栽業者の多くが当時通称、源太郎山と呼ばれた場所に移住し、後に盆栽町という地名が誕生するほどの大宮盆栽村として発展し、大宮は盆栽の町としても有名になった。現在も盆栽業者は定住している。1940年、大宮町は三橋村、日清村、宮原村、大佐戸村と合併し、 大宮市が発足。県内では、川越市、熊谷市、川口市、浦和市に次いで、5番目の市政施行を行った。大宮市になってからも1955年に、桜木、馬宮、植水、片柳、七里、春岡の六村を合併し、隣接する浦和市同様、地域を東西に広げた。鉄道交通では1982年6月23日には、 東北新幹線大宮駅森岡駅間が11月15日には上越新幹線大宮駅新潟駅が開業し、大宮駅は一役首都圏有数の鉄道ターミナル駅に発展した。1985年の上野駅、大宮駅間開業まで大宮駅は新幹線の始発駅だった。2001年5月1日、浦和市、大宮市、与野市が合併し、 埼玉市が発足。2003年4月1日には、埼玉市が、政令指定都市に移行し、旧大宮市域からは4つの行政区が誕生した。なお、旧浦和市域だった、大原6丁目、7丁目は、大宮区に、旧大宮市域だった北袋町1丁目と、西木町の一部は新都心となって、中央区に属することとなった。合併前の旧大宮市から合併後の旧、 大宮市域を通して様々な面から大宮の特徴を記す。鉄道博物館鉄道博物館のメインホール、大宮がつく駅その他の駅祖母大宮店前術の通り、大宮駅が開業して以降、国鉄大宮工場や現在の片倉工業など民間製紙工場なども進出して鉄道、製紙の街として発展。戦後は大きな戦災がなかったことや、 利便性、さらに新幹線開業などもあり、百貨店や商業施設が出展し、大宮市は埼玉県最大の商業都市としても発展した。大宮駅東口ではいち早く駅前商店街も形成された。その後、昭和時代では、戦後は交通の便の良さから、大宮駅東口は商業地として発展した。特に、大宮銀座通りでは相次いで、 商業施設や百貨店が出店し、現在でもルミヌ大宮店や高島屋大宮店、大宮楽園に加え、大宮北、銀座、大宮南銀座などの歓楽街や飲食店街などが大宮駅東口を賑わしている。また、埼玉市民会館大宮が、かつての中央デパート跡地の再開発ビルに移転するなど、さらなる発展が期待される。一方で、 桜木町などの大宮駅西口は国鉄関連の公員や関係者、鉄道職員が暮らす国鉄の企業城下町として発展。国鉄の社宅、独身寮や大宮鉄道病院など構成施設も存在した。第二次世界大戦後の混乱に紛れて不法占拠していた途端並み板吹の家屋から生まれた小規模な商店街や飲食店街は形成されたが、いわゆる ドブ板通りであり、当時、高島屋や西武百貨店、当時の駅ビルなどを用していた大宮駅東口の、にぎわいには遠く及ばず、駅前広場は手狭で、当時西口のランドマークだった埼玉県、大宮商工会館裏側のバスターミナルまで歩く、ことを余儀なくされた。しかし、1982年の東北新幹線、上越新幹線が、大宮駅に開業されると、 状況は一変。大宮駅西口は大規模な区画整理や再開発が進んだ。大宮ソニックシティの完成を皮切りに、現在では、県下、第2位の売上高である総合大宮店、ドム、アルシェなど商業施設などが出展し、現在では東口を凌駕するほどの街並みとなった。また、大宮総社場跡地に埼玉新都心が開業。 埼玉新都心駅東口、片倉工業大宮製作所、跡地周辺の吉木町に2004年に国運シティが開業。さらに2015年に伊東洋華道大宮店跡地や片倉パーク跡地にも広げ、現在の国運シティの規模となった。宮原町にも富士重工業大宮製作所跡地の再開発においてステラタウンが開業するなど、さらなる発展が期待される。 埼玉市大宮公園サッカー場、埼玉県営大宮公園野球場級、大宮市域にある主な施設を挙げる。学校施設などは上記や埼玉市を参照。大宮ソニックシティ西区は J リーグのプロサッカークラブ、大宮アルディージャのクラブハウスが2013年に完成した。北区はステラタウンやイスタ日清などの商業施設が存在する。また、 盆栽の町としても知られ、埼玉市大宮盆栽美術館や埼玉シリーズ、漫画会館などがある。大宮区は商業、経済の中枢となっており、百貨店や商業施設、様々な企業の本社、文化施設、飲食店、メディアが密集している。ヒカ神社などの多数の史跡もある。商業施設として、前述の通り、大宮駅西口には、祖母大宮店、 東口高島や大宮店がある。埼玉新都心駅東口には国運シティなどがある。また、埼玉県発の高層ビルである大宮ソニックシティがあり、東口にも2022年に再開発の高層ビルが完成する予定である。見沼区は多数の遺跡や史跡が存在しており、中山神社や旧番道家、住宅見沼クラシック館などがある。 大宮市大宮市出身の著名人を参照。ありがとうございます。